神原町は、かつて、静岡県伊原郡に属していた町。2006年3月31日、静岡市に編入合併され、清水区の一部となった。神原町中心部の空中写真。1983年撮影の4枚を、合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成。 静岡市や清水市の東側、富士市や富士川の西側に位置する町であり、南側は太平洋に面していた。道路は国道1号、東名高速道路、鉄道は東海道本線と東海道新幹線がいずれも平行して長域を横断しており、東京と大阪を結ぶ交通の要衝だった。東海道53時、神原宿江戸時代には、 東海道15番目の宿場町である神原塾が置かれていた。ユン町、神原町、藤川町の伊原軍三町は、伊原軍合併問題等調査研究会を設けて、合併交渉を行っていたが、藤川町の様相から、合併とクレー法の期限内の合併が無理と判断した。2003年7月15日に正式に調査研究会を解散し、 自治体合併については、各庁それぞれで独自路線を歩むことが確認された。結果的に、由町と神原町はそれぞれ、静岡市と一市一町の合併法定協議会を設置してきたが、由町は合併調印後の由町議会の否決により、静岡市との合併が不成立となった。神原町は、極めて異例の議員発議の結果を参考とするとした住民投票があり、 住民投票では合併否決の結果が出たが、これと一町の結果の双方を踏まえ、神原町議会は、飛び地としての静岡市との合併を決めた。この結果、神原町は2006年3月31日に静岡市と合併した。その後、2007年4月22日の唯一町長選挙では合併推進派の持月俊明が当選し、 ゆ長議会でも合併賛成の議員が過半数となったことから、ゆ長は静岡市と合併協議を再開した。その結果、ゆ長は2008年11月1日に静岡市清水区へ編入され、神原ばら地区の飛び地状態は解消された。日本系金属、神原ばら工場水産業が盛んであり、その中で桜エビの漁獲が盛んである。それに伴い、 缶詰工場、加工工場が集中している。藤川右岸の工業地帯を中心にし、自動車部品、アルミニウム関連製造会社、化学工業、工業用ゴムの製造会社が集中している。その中で、日本系金属が、藤川水系の柿本ダムとアメハダムの水力発電による電力を利用して、2014年3月まで、 日本で唯一のアルミニウム精錬を行っていた。発電用の水は藤川上流付近で採取し、地下に埋設された送水管を通って供給されている東京タワーなどの鉄塔の塗装を専門とする公共塗装の職人を多く排出している。神原町立図書館、新神原駅高速道路一般国道。ありがとうございます。